皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、実はですね、すごく久しぶりな、ユーストリームになります。お盆休みですね、1週間ぐらい、動画も実は撮ってなくてですね、撮りためていたんですが、今日からまた新たにですね、撮り直していきたいなと思うんですけど、今日はですね、そんな中ちょっと大ニュースがありまして、それをお伝えしたいと思うんですが、実はですね、今年の3月5日付のブログに書いた、ピンテレストですね、写真の SNS 共有サービスのピンテレストの、リンクにですね、ノーフォロータグが入ってしまって SEO効果がなくなったというですね、記事を書いたんですけど、実はですね、このお盆休みの最中にですね、このノーフォロータグが外れたっていうのを確認しまして、で、それでいち早くお伝えしたかったんですが、ちょっとお盆休みだったので、ちょっと遅れましたけど、最速でですね、今日はブログで皆さんにお伝えしたいと思います。はい、よろしくお願いします。まずはですね、ちょっとその比較からですね、ずっと見ていきたいと思うんですが、まずですね、スライドの方をご覧ください。はい。これはですね、右上をね、ちょっとよーく見ておいて、よーく見ておいてほしいんですけど、右上のところにですね、3月15日付と、書いて、あ、すいません。出てるんですね。これは前回の、3月5日付ですか、前回にお伝えした内容の部分なんですけど、これのですね、ここの部分ですね、ノーフォロータグがなくて、SEO効果があったけど、最近タグがついたからダメだよと言ってた部分。これが、関係なくなったと。以前はあったんだけど、タグがついてまた外れたということですね。ここら辺、まあ、ツイッターもそうですけど、ちょっとね、2点3点してる部分なんですけど、また外れたということ。で、あとですね、こんなも前回お伝えしました。実はですね、Pinterest っていうもののサービス自体が微妙な位置づけになっていて、普通ですね、この Google トレンドですね、で見た場合に、Pinterest っていうものの検索数っていうのが、やっぱり伸び続けていないと、実はですね、ユーザー数がうまくいってないんですよ。で、これがですね、2012年2月をピークにですね、いまいち伸び悩んでるよっていうことをお伝えしました。日本に至っても、これはピークにですね、落ちていってるんだよっていうことをお伝えしたんですが、これを3月5日付と今日付を比較しています。今日付にしてみますとですね、やはりですね、ちょっと持ち直した感はあったんだけど、またやっぱり落ちていてですね、日本でですね、どんどん落ちる一方の感じになってるんですね。で、やっぱり日本でのキーワードは、やっぱ楽天がですね、Pinterest に出資、提携しているので、で、これの日本語化がいつ来るかということですよね。これ日本語化されればですね、まだわかんないですけど、現時点ではまだ日本語されてないので、微妙っていう感じです。じゃあ他の国ではどうかっていうと、アメリカだけに絞ってみると、アメリカはね、このように微妙ですよって言ってたんですが、実はイギリスだけはね、どんどん増えてると。イギリスはすごい流行ってると。ということで、現時点で比較してました。そうするとですね、やっぱりアメリカはですね、あ、これまだイギリス入れてないですけど、アメリカは、こう、いまいちなんですけど、イギリスはですね、右肩上がりで増えてるんですよね。ちょっと、一個入れ忘れてましたけど、右肩上がりで増えてます。ので、まだまだですね、ここはいけるんじゃないかなっていう感じなんですよね。で、前回お伝えしたのは、こんな風にですね、楽天にもついてるし、Amazon にもピンテストボタンがついたんで、いけるんじゃないのと。ただし、ここにお伝えしたように、ノーフォローが入っているので、SEO効果はないんですよと言ってたんですね。ところがですね、これと同じ記事ですね、同じ記事で、今日確認してみましたら、これ、ちょっとだけデザイン変わったんですね。デザインがちょっとだけ変わりました。これ、ここにですね、こんな感じですね、from なんちゃらっていうふうに出てたのが、こんな感じですね、ウェブサイトっていうふうに出るようになったりとか、ピンイットとかね、この辺のボタンのデザインがちょっと変わったんですね。ここにフォローがあったりしたのがちょっと変わったんですけど、で、ここのウェブサイトっていうところを見ますと、このね、裏側の HTML のソースを見たところですね、ノーフローっていう部分が外れました。こういう感じ、ちょっとこれ省略はしてるんですけど、ノーフローっていう部分が外れましてですね、普通にバックリンクになっていますと。で、画像に関してはですね、画像の部分がちゃんとですね、リンクになっていてですね、
で、オルトタグが、ちゃんとね、入るような形になっていると。ただし、このコメントの部分ですね。コメントの部分は、これ前回もノーフォローついてたんですけど、今回もノーフォローがついてるという感じになります。で、今からですね、ちょっとですね、それを、実験してみたいなと思うんですけど、どんな感じでピンテレスを使うのかっていうのをですね、今回お見せしたいと思うんですが、はい、まずですね、こちら。もうピンテレスをね、ちょっとこれから勉強したいなっていう方は、ピンテレスとビジネス講座っていう本が出てます。ビジネス活用の本、この本1冊しか出てませんので、ぜひね、この本を買ってください。またリンク貼っておきますので、ぜひね、買っていただきたいなと思うんですが、これのとこにですね、右下のとこですね。ここに P っていうのがですね、入ってるんですね。例えばこれ P を押すとどうなるかっていうことで、見てみたいと思うんですけど、P を押します。そうするとですね、こんな画面が出てくるんですね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい。Create a pin ということで、どこのボードに貼り付けますかっていうのがこう出てくるんですけど、で、ここで、今横田修林っていうのが選ばれてますけど、これ見ますですね。こんな感じで今4つ私は作ってるんですね。ボードを。で、これの、ここで問題ないよっていうことであれば、ここ。ちょっとこれ今、仮でやりますんで、この横田修理っていうのを選びます。そうするとですね、このディスクリプションっていうところに自動的にですね、こう入るんですよね。入ります。で、これが、実は、そのまま、ここのリンクはね、バックリンクになっていくということなんですけど、ちょっと面白いことは後でお伝えします。これは、クリエイターピンっていう時にはですね、こんな感じで出るんですけど、これ実際ピンとしています。そうするとですね、どうなったかっていうですね、これ実際見てみたいと思うんですけど、私のページを、よいしょ、こっちかな。はい、これのです。これ私のページなんですけど、ここの中のですね、あなたのボードの中の、横田修林っていう、ボードですね。よいしょ、出るかな。はい、これですね。はい、これを出してみますですね。ここにこう入りましたよね。で、これを、クリックしてみますですね。こんな感じで出ます。はい、出ますね。で、ここの、ウェブサイト、この上のウェブサイト。ここを押すと、Amazon に飛ぶようになってるわけですね。これ今ちょっとですね、Google Chrome を使っているので、日本語に訳そうとしていますが、訳せるかな？訳せない。訳せましたね。ちょっと戻しますね。まだ英語版しかないので、こんな感じになります。で、ここにウェブサイトっていうところに、リンクが入っているので、このリンクをね、直すことができるわけですけど、ここはですね、自分の、リンクは直せません。これは私はピンとしたんですけど、で、この下のところにですね、Visit Amazon COJP ってあるんですけど、あ、見えないか。ちょっとスライドしますね。はい、見えますかね。ここ。ここのビジターアマゾン COJP って、ここも、リンクになってるんですね。これリンクになって、クリックすると、さっきのアマゾンのとこに、飛ぶようになってるんですけど、実はですね、ここんとこ。ちょっとすいません。戻っちゃいましたね。もう一回いきますよ。ここね、このボードを押すと、このビジターアマゾン COJP って押すと、アマゾンのとこ行くんですが、実はですね、なぜこの私これに気づいたかっていうと、ノーフォローが外れたに気づいたかっていうと、このですね、編集っていうものがですね、右にこう、あ、ちょっとですね、すいません。行ったり来たりしますけど、ついつい触っちゃうと動くんですよね。で、この右端にあるですね、この鉛筆マークですね、この編集画面。編集画面とここれ押すとですね、こんな画面が出てくるんですよ。で、実は、ここの時に、エディットピンっていうのが出るんですけど、ここの時に、今まではボードと説明ですね。さっきで言うとこの、どのボードを投稿しますかっていう部分と、説明の部分ですよね。これしかな、ディスクリプションですね。しかなかったのに、ソースっていう欄がね、出るようになった気がします。これはなかったと思います。で、これが出るようになったので、ここはね、
ですよ。いじれるんですよ。例えば、実はですね、今回、今、記事をですね、ワードプレスで書こうとしようと、してるんですけど、これの URL をですね、ここのソースのっていうところにこれ貼ってみます。だと。そうすると、この横田修理 .com/SEO/Pinterest/SEO/HTML というものになって、これで変更保存というふうにするとですね、変更保存できますかね。これどこが変わったかっていうと、下の部分ですね。下の部分が、ここはですね、ビジット横田修理になるんですね。で、これを押すと、まだ記事はないですけど、私のブログ記事の方に飛ぶようになると。で、これも、バックリンクがあるんですね。だから、このように、まあ、これちょっとね、邪道なやり方ですけど、外部の持ってきたものをですね、自分のところに、リンクを貼るっていうことが、まあ、できるようになったと、いうことなんですが、これちょっと邪道なので、実際に自分の例でやってみたいと思うんですが、例えば、ピンを追加ということで、今度ですね、自分が、from コンピューターから、呼び込みます。ファイルを選んでですね、なんかありますかね。1個ありました。はい、じゃあこれを選びます。で、これで開く。そうするとですね、これ1個こうやって、出てくるんですけど、で、ここのディスクリプションのとこに、入れる。ね、URL 入れる。これもバックリンクなので入れてほしいんですが、これの時、ピンイットの時は、実はこれしか出ないんですね。ソースって出ないんですよ。だこれでピンイットを押すとですね、どうなるかっていうと、こういう感じですね。今見てますけど、あ、これじゃないですね。ちょっと待ってください。はい、これを見ますですね。こんな感じで、私が投稿したものが、入ってるわけなんですけど、ここの下のとこにはですね、このビジットっていうリンクがないんですよ。Pinterest のアップロードしかないんですけど、ここをですね、編集しましてですね、ここですね、編集しまして、そうするとこのソースっていう部分が出てくるんですよ。これ今 Pinterest から、になってるんですけど、ここを例えば本当はね、要するに出店元を書く場所なので、変なリンクを貼って本当はダメなんですよ。本当ダメなんですけど、例えばここに、ここから画像を引っ張ってきましたよっていうことで、このソースのね、URL をこうやって入れて、変更保存っていう風にします。そうするとどうなるかっていうと、ここがですね、今度ビジット横田修理 .com になりましたよね。で、これで、横田修理に、バックリンクが貼られると。いう感じになるわけですね。はい、ということでですね、今回ね、お伝えしたかったことは、何かっていうと、実はですね、Pinterest っていうものが、このように変わってきてるんですよ。で、実はちょっとそれに私はですね、なんとなく予感がしていてですね、こんな感じでですね、Pinterest を実は始めてました。で、実はですね、私の Pinterest のボードにですね、こんなものを用意してます。ちょっとお見せしましょうか。私のボードの中にですね、皆さんにいつも、提供してるですね、スライドがありますよね。スライドの、ものを、画像にしたものもですね、実はここにアップし続けてるんですね。でもうこれ今83スライド、上がってるんですけど、Pinterest の使い方と思わしくないですね。全然綺麗じゃない、スライドの写真がいっぱい上がってるんですが、ただここの中で、例えば自分は Facebook に興味があるっていう場合は、Facebook の記事だけをぜひですね、リピンして自分のボードに貼り付けてほしいんですね。で、自分は SEO に興味あるんだったら SEO だけをリピンすると。そうするとですね、例えば、これね、スマートフォンに興味があるんだったらスマートフォン、こういうふうにリピンします。そうすると、ここには、下にですね、説明文と、ブログのリンクが貼ってますので、これをまとめるとですね、自分で後からブログ記事を読み直すこともできますので、新しいね、ブログの読み方としても使えるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、私の Pinterest の方もフォローしていただければなと思います。ちょっとね、邪道なんですけど、こんな感じで Pinterest を始めていますので、よかったらですね、フォローしていただければと思います。はい、ということで今日はですね、Pinterest に SEO 効果があるかも、ノーフォローが外れたよってことについて、インスパイアのことをお伝えしました。ありがとうございました。
バイバイ。